さ、なんかさ、スバルさ、ポルカにどう思われてるか気になってるんだよね。いや、なんかね、ポルカスバルのなんか、なんかね、お姉ちゃんになれる、なってくれるんじゃないかなって感じの。え、ポルカさ、ちょ、ポルカめっちゃ好きでさ、ちょ、ポルカなんかね、え、みんなさ、ポルカさ、アデゴ肌なんわかる？いやいや、シャーみたいなことじゃなくてね、ポルカってアデゴ肌なんよ。なんかその、おじけづかないし、なんかこう、面倒見てもらえるし、もうね、あの、たまんねえんだわ、マジで。たまんねえの、なんかその、すごい優しいからで、もうなんかマジでキュンとなったことがあって、スバル最近かまってほしいからだるがるみしまくるんで、いろんなメンバーに。今日もさ、ミオちゃんにさ、なんかスバル、あの古いホログラたまに見返すのめっちゃ好きで、ミオシャにね、ねこれ見てこれ見てって言って、でめっちゃ前にミオシャがローラっぽいミオシャだった時期があるんだけど、なんかホロライブアプリにコラボ機能が搭載されましたみたいなね、そういう動画があって、ふぶきーって言ってるその動画をね、ミオシャに送ったりとかしたらね、してるんだけどさ、そしたら変なもん発掘しやがってって感じの。変なもんってあなたですよ、ミオシャ。そういうなんか、あの、かまってほしい遊びをしてるんだけどさ、だから例えば今度ね、なんかね、みんなでね、ボドゲ会するみたいなのがあるんだけど、なんか食べ物で苦手なものないですかって、別にスバルないからそれ連絡無視でいいんだけど、みんなから反応が欲しくて、ないって送ったのね。いや、なんかそのさ、なんか誰かから反応が欲しいのね。めんどくさいよね、マジで。ちょ、めんどくせえよ、スバル最近。うわーいって言ったら、まあ、丸はわかるじゃん、了解ですみたいな。このね、ニコニコマーク誰だと思う？ポルカだったの。は？ポルカ好きすぎってなった、普通に。あ、ごめん、このニコニコ今見たらミオシャだわ、ごめん、勘違いしてた。都合のいい幻覚を見てしまっていた。ちょっと待って、このあの左の丸がポルちゃんでした。スバルの脳内ではポルカかニコニコマークもらえたと思ったけど、違います。